あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。ですね、今回はここの場所、前回見つけたここの場所を周りの壁の穴とかね、ちゃんと塞いでちゃんと部屋として使えるように、まあ修復しましたっていう感じです。ってことで、この先は一体どうやって進んでいったらいいんかな。一応崖を下っ…ん?崖降りてきたけど、今度はこっち側の山を登っていくみたいだな。ね、さっきの地図的に。どの辺を上がれた。でもここはさすがにいるね、土。置けない。ちょっと待って。どこなら置けるの?ここ?あ、置けた、置けた。じゃあここでちょっとずつ刻んでいこう。あ、キメラ飛び寄る、キメラ。ちょっと待ってね。どっち?こっち?ここ。よし。ん?気づいてない。こんな近くでドス、ドスってやりよるのに全然気づいてないやん。何あのキメラ、アホやん。ん?誰かに気づかれた。ごめん、アホとか言ったから。アホとか言ったから。ん?こっち上がれない?上がれないね。あ、やばい、キメラだ。炎を吐かれる。ん?大丈夫か?やっつけとく?てててい。全然、押し。オッケー。で、次。次っていうか、今度はまた、ん?どここれは。まだこの岩、また向こう側に降りんといかんのやね、これを。やばいね。どんな女の子だよって感じだよね。いやー、これは。いや、死ぬよ。てか、伝説のビルダーとか言ってさ、何?どんなところ冒険させられてるの?私、怖っ。待って、ピキーンじゃないから。ちょい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 。キメラ2匹がかりで。イェイ。おし。んで、お城、お城。もうそろそろ見えてきてもいいんじゃない?まだ。こっち側から降りろって。ん?びっくりした。落ちたかと思った一瞬。ん?なんかこの辺のやつ見たことないね。ちょっと買っとく。初めて小麦を手に入れた。おー、いいね、いいね。パンをひらめいた。小麦粉を練って丸く焼いた素朴なパン。パン思いついたよ。今度からこれも作ってもらえるようになる。小麦畑ってことね、あっこは。ここもか。こんな荒れ果てた土地に小麦が育つんだなぁ。待って待って待って。私の背後にすごい城がそびえてるんだ。あ、待って、突き落とされる。大きな人たちに突き落とされる。うおぉ、危ないって。こんなところでそんなことしたら危ない。うわぁ、待って。怖いよ。君たち。ん?スライムベース。まあ、いいか。あれはこっちには来ないみたいだし。ね、あれ、お城。あ、でもここもちょっとした崖になってんのか。こっからでも多分落ちたらダメージあるんでしょ?ちょっとずつ行くしかないよね。よし。待って。おし。ん?降りれる?あ、いけるね。あ、このままもういける。今回は何も足場使わずに。ん?人がおる。兵士?へいへい。お、通り過ぎた。通り過ぎた。ちょっと待って。ここに台があるんやね。へい。無念だ。無念だ。あまりに無念だ。この無念さを伝えられないのがまた無念だ。なんだ、どうした?何を嘆いてる?おお、ひょっとして君には私の姿が見えるのかい?あ、そういう感じ?幽霊?私はこの地を守るべく、竜王軍と最後まで戦ったメルキドの兵士だったんだ。うん、まあ、格好的にそんな感じよね。町を守る石の守りを思いついた矢先に魔物にやられてね。それが無念で仕方ない。石の守りを思いついた矢先に?ってことは実現はしてない。そうだ、私のことが見える君に、石の守りの使い方を教えよう。まずはこの石垣と棘罠で私の足元にある石の守りを完成させてくれ。あ、この足元のが石の守り?棘罠。石垣と棘罠をもらったよ。とりあえず、あ、ここの穴を埋めろってことかな。ね、多分個数分、ほら、3つやけんちょうど穴が開いてるとこ塞いだら、ん?
よし、塞いだらちょうど3つなくなるってことやろ。へい、あと1つできた。次はトゲ罠。てかこれ思いつく前、思いつく前じゃないわ、実行に移す前に死んだのにさ、なんで受け伝わる受け継がれとん。だってなんか書物に書いとったけん知っとったんやろ。ロロルゾん、おお、石の守りが完成したな。これで魔物たちを罠にかけられるぞ。魔物が近づいてきた。さあ、あの3匹に魔物を誘い出し、私の隣に来てみたまえ。うお、びっくりした、急に地面から生えてきた。で、お、すごい、ダメージ受けよる。あ、さっき仕掛けたあれ鉄罠、すごい、めっちゃダメージ受けるよ。1回で10。あ、やっつけた、罠だけでやっつけた。おお、あっという間。てか何回挑戦してきてんだよ、ぐさぐさ刺さってんのに。おお、素晴らしくうまくいったな。どうだい、魔物が固い壁に引っかかっているうちにトゲ穴でダメージを与えて倒すっていう仕掛けさ。頭いいね。ん、私の後ろにあるお城は誰のお城かって。ふんふんふん、これこれでかいよね、結構これね。この建物はお城というより人々が魔物から身を守るシェルターだったんだ。メルキドを破壊された人々は最後の砦としてなんとかこの城塞を作り、中に閉じこもって魔物たちの攻撃から逃れようとしたんだ。だけどやがてこのシェルターの中にもとある魔物が現れて。とある、おっと、すまない、ずいぶん陰気臭い話をしてしまったね。もし石の守りの設計図がまだないなら城にロロニア様に聞いてみてくれ。ロロニア様、それがいるってことね。ありがとう、死人の私に付き合ってくれて嬉しかったよ。死人のって言われても。お、消えた、もう思い残すことはないのか、成仏した。ってことでお城の中にロロニア様っていうのが、お、あれか、おったおった。ん、なんか今読むって、古い紙に何か書いてある。ガンダルとかいう冒険家から書いていた本を取り上げてやった。あいつが書く文字は俺たちでは読めなかったが、あの男、俺たちの悪口を書いていたに決まっている。こんなことならあの男、逃がすんじゃなかったな。かなり昔に書かれたもののようだ。書かれた文字はここで終わっている。でもこの人たちはこの人たちで文字を書けそうよね。アレフガルド・レキテイと書かれた本が置いてある。アレフガルド・レキテイ、本を読みますか。ほい。おう、我が故郷メルキド。私は滅びたと思っていたメルキドの奥地で、シェルターとして作られた城塞を発見した。ここ?どうやら私の留守中に人々は最後の力でこの大きな城塞を作り上げ、魔物たちの脅威から逃れるためにその中に閉じこもって生活をしていたようだ。しかし閉鎖された城塞の中に暮らす人々はどこか様子がおかしい。私が話しかけても目はうつろで、持っていた食料を奪われそうになってしまった。マジで、これも魔物の恐怖の中、閉鎖された空間に長く居続けたせいなのだろうか。ああ、気が狂ってきたってこと?そんな恐怖にとらわれた人々が暮らすシェルターの中で、メルキドの守り神であるゴーレムが、どこか悲しげに座っている姿が印象的だった。ゴーレムが守り神なんや、魔物やのに。メルキドは愛すべき我が故郷。しかし、故郷の人々が住む場所だからとはいえ、ここに長居するといいことはなさそうだ。よからぬことが起きる前に、私は次なる地へと歩みを進めることにしよう。メルキドの冒険家、ガンダル。この人やん、さっきの紙に書かれとったガンダルっていうやつ。これを取り上げられたってことかな?ん?まだこっちにも。古い紙に何か書いてある。今日もまた人がいなくなった。え、その何その出だし。どうしてだろう、この城塞の中には魔物はいないはずなのに。実は今日の夜、大人たちから呼び出しを受けた。一体僕に何の用があるんだろう。え、怖い。かなり昔に書かれたもののようだ。書かれた文字はここで終わっている。多分もうその先ってないんやろ、続きとか。ほら、今日もまた一人人が減ったの一人が自分になったってことやん。ほう、そなたわしのことが見えるのか。そなたは普通の人間とは少し違うようだな。ここも幽霊。我が輩はかつてのメルキドの町長ロロニア、俗に言う亡霊というやつだ。わーはっはっは。なんかすごい陽気な亡霊やね。こんなんなら怖くないけど。ふん、そなた自らをあのメルキドロクに書かれたビルダーだと申すか。あたしも自分から言い出したんや、そんなの。
認めとるってことやね。してビルダーよ、この滅びた城塞に何の用だ。ここには人間が自らで自らを滅ぼした嘆きと悲しみがあるだけだ。まあ、さっきの紙を読んだ限りではそんな感じやね。ほう、石の守りについて調べたいと。そうそう、それがね、ちょっと依頼されて。そなた、何故に町を作る。そなたは何故に物を作るのだ。何故と言われても。アユナ、少し我が輩に付き合ってくれ。そなたに見せたいものがある。この城塞の屋上で待っておる。土や石で足場を作り登ってくるがよい。お、消えた。何、屋上に来いって。ちょっと待ってね、外なんか登れる場所あったかな。まあ、自分で足場を作りって言ったけど、とりあえずここ、あ、これを引っかかりにしよっか。引っかかり？とっかかりにしよっか。ん？なんかモンスター。まあでも、あ、そっか、これ一段じゃん。普通に攻撃受けるよ。じゃあとりあえずこいつだけやっつけて、よいしょ、へい。で、やっつけて、ここからスタート。待ってね、これを、あ、壊してしまった。よし。え、日が暮れてきたんだけど。めっちゃ日暮れてきたんだけど。ん？あ、一段上に置いてしまった、私。よし。ん？こっち？こっちか。ちょっとずつちょっとずつ、交互にね。交互ではないか。あ、待って、登れなくなった。邪魔。上邪魔。へい。よし。んで、これってどれぐらいに高さあるんやろ、この城。さささーってつくかな。よいしょ。しかも屋上のどこにいるの。まあ、屋上のどこって言ってもね、ついてみんとわからんか。もうついたらパッてわかる状態かもしれんし。待って、置けない。へい、こっち向いて登っとこうか。なんかどんどん右向いていきよった気がする。へい。ん？よし。順調なんかな。え、なんだ今の。パパパって。すごい勢いで置いてしまったんだが。よし。いやー、暗くなってきた。このスポットライトは一体誰が当ててくれているんだろうか。ね。めっちゃスポットライト当たってることない？なんかちょっと、侵入者発見みたいな感じじゃない？それで照らされとるみたいな。ん？てかなんか今、何かしらの音が。絶対モンスター現れとるよね、地上。いや、まあ明るい間にもさ、スライムとかいろいろおったけど、スライムっていうかスライムベースで、どこですか？ここ？いや、いらっしゃらないけど。え、てかあれ、あれすぎやろ。屋上ぽっかり穴開いとるやん。ここじゃないってことは、向こう側に渡っていくのにも、足場を作っていかんといかんねやろ。もうなんか、屋上に着いたらさ、もう屋上は屋上でさ、ちゃんと、足場があって、スイスイ行けるようにしてほしいんだけど。よし。とりあえず、この辺進んで、向こう側に渡ってみようか。真ん中はぽっかり穴が開いとるけん、あのおじいちゃんは絶対おらんし。でも幽霊なら浮けるよね。まあ、そんな場所に浮いておかれてもね、話ができんけど、私は浮けないし。ちょっと待ってね、もうちょっと。もうちょっとなんだって。ん？なに？なんかある、ここ。あ、岩があるんか。見えない岩。んで、ここを、埋めたい。おし、いけた。んで、まだか。もうちょっとや。ちょっと待ってね。で、この辺埋めて、進んでいけば、向こう側に。さすがにここの上まではモンスターこうみたいやね。今下にスライムはおったけど、ゴーストとか、あとキメラとか、あの辺の飛ぶ系のモンスターもなんか飛べる高さの限界みたいなのあるんかな。じゃなかったらこの辺にも普通に来そうじゃない。え、けど全然現れんし。待って、この辺の邪魔だね、すげえ。あれは大丈夫かな。とりあえず一旦進んでから、あ、もう行けるじゃん。ん？あ、おるおるおる。おるよ。ん？何これ。あ、はしごだ、ちゃんと。ツタじゃないんや。来たよ。よくぞここまで来た、若きビルダーよ。この屋上からの景色をそなたに見せたかったのだ。
めっちゃ真っ暗なんやけどね、ごめん。見るがよいこの空を。どこまでも続く暗き闇に覆われた世界を。多分言い寄る以上に暗いんやろうな、この時間。かつてこの世界は素晴らしく美しかった。人々は美しい大地に美しい街を作り生きてきた。しかし今やその全ては破壊され、人々は滅びを待つ無力の存在になってしまった。アユネよ、そなたがビルダーであるなら、空の闇を晴らし美しい世界を復活させてくれ。お前が使命や役割なるものを急に押し付けられて戸惑う気持ちはわかる。んでも前々からかな。だがな、目の前の友が困っていたら、お前にそれを助ける力があったらどうだ。世界の復活や救済などを考えずともよい。ただ自分の目の前のものを救うのだ。お前はただそれを積み上げればよい。そう、そなたが積み上げるブロックのように。何うまいこと言ったつもり。それすまん、我ながらうまいことを言った気になってしまった。あ、やっぱり。さあアユナ、この宝箱を開けるのだ。ここにお前の求めるものがあるであろう。さらばだ若きビルダーよ。そなたが作る新しい世界の誕生を待っておる。その時には生まれ変わってくるんだろうか。てかこの宝箱の中に石の守りの作り方が書いてあるってことかな。また設計図的なものが。てかめっちゃお腹空いてるやん私、やば。何これ。石の守りの記録を手に入れた。空腹で倒れそう、分かってるんだ。でもとりあえずはちょっとキメラこれねを取り出して、んーで、あ、まだこっちにいっぱいあったやん。ん、しまうにしてしまった。普通にこっちでやろっか。じゃあキメラの翼を使って拠点に帰りますか。ほい、帰る。すごい景色。へい、ただいま。さあ手に入れたよ。おお、アイナ、石の守りの手がかりを掴んできたのだな。そうそう、どれ我が輩に見せてくれ。てか手がかりっていうか実物も見たしさ、実物の手直しもしたよ。ほい、渡す。うん、素晴らしいぞ。ん、ところでアユナ。何めっちゃアングルが定まらんかった。お主、どことなく顔つきが変わりはせぬか。ほんの少しだけたくましくなったというか、何かが吹っ切れた感じがするというか。まああんな遠くまで行かされたらね。山もすごい越えたし。いや、気のせいだな。お主の間の抜けた顔は以前と変わらん。わっはっは。失礼だな。とにかく、ご苦労だったな、アユナ。石の守りの手がかりは共に解読していこうぞ。ふんふん、クエストコンプリート。石材をもらった。イエーイイエーイ。すごい穴だらけなんだよね町、前回ので。ま、とりあえずすごいお腹が空いて倒れそうな状態のようだけれども、とりあえずこの辺で、うお、一旦終わっときたいと、ドアップ終わっときたいと思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。お腹すきすぎてちょっとやばいことになってるね。この後すぐに食べんと。